名古屋市中区新栄にあるダイヤオートに面白い車があるということでやってきましたよ。さあね、いきなりもう変わったどね、宇宙船のような車がありますからね、社長がね、まだ仕事してるふりをしてます。こんにちは。もうそのふりはいいから、はい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 、こんにちは、はい、社長ね、この前僕にそういえばよ、面白いな、今入ってるからよ、遊びに来いとか言って、でまたすぐ切っちゃう。でも、それですぐ寄ったら、まあある、まあまあたくさんあるんで、あるんですけど、まずはこちら、ね、この車、なんていう車ですか。これ、ジュージャーローの車でね、はい、ジュージャーロー、アズテック、アズテック、アズテック、うん、アズテック。ジュージアローって世界的にも有名な、ね、デザイナーですね。デザイナーですね、はい、117クーペとかね、はい、ゴルフのなんたらとか、あらそうだ、映画の、何でしたっけ、映画バックトゥザフィーチャーのデロリアン、あれもジュージアローがデザインしたって言いますね、のジュージアローがデザインした車。そうです、はい、これは、はい、こちらは1988年に発表されたアズテック。世界的に有名なカーデザイナージュージアーロによってデザインされたこの車、シャーシュトエンジンはアウディがベースになっており、5気筒エンジン5速マニュアルで、運転席と助手席が別々に分かれた仕様になっています。生産台数は15台とも言われていますが、詳細不明。1990年の映画フランケンシュタインの中で、2031年のロサンゼルスを走る未来の車として登場しているんです。でいろん、ね、メーターがこんなとこついてますけど、社長何のメーターですかこれ。いやこれもね、全然いろいろ調べてみたけど分からないんですよ。分からない、未だに原因不明です。原因不明。電源ここから取れるの、 12V DC ソケットここにいるのかね。これも全部オリジナル、全部オリジナルですよ、一つも変わってないんですよ。でこれスプリットドアなんですか。そうですね、これ僕もフルオリジナルですね。そうです。で開くのはどうやって開くんですか。これはね、うん、ここに中にキャッチがあるんですよ。キャッチが、はい、中を押して1枚開く、うん、で横にこういうふうに開く、2枚履き、2枚履きね、はい。じゃあ向こうもいいですか。ちょっと、はい、めんどくさいねこれ降りるの。でも楽しいですよ。えじゃどうでもいい、これどっちが運転席なのこれ。運転席は左側、左ハンドル、右はこれ何、これダミーですね。ダミー、ね、ダミー、ややこしいこれ。これ動くの、エンジンかけたら動くから。いやどうなんだろうね、僕もやったことないでわかんないけど、計算機でお金のある人がここの車の中で計算するんじゃないですか。電卓電卓じゃないかなと思うんだけど、電卓、まあ、あくまでも想像ですよ。まあ、これ屋根もつくんですよね。屋根もつきます、はい。あ、これがジュージアローの、まあ、サインです。91年12月5日1号車と言って聞いております。社長こっちにもソケットありますよ、メーターと、あまり聞いてないですね。それも分からないです、ね、原因不明です。だいぶ手を加えたんですね、社長がね。いや加えてないんですよ、これこのままで、そのままで。本当、エンジンだけかかるようにしただけです。アウディ 2000V ターボ、ターボなんだ。でこれ社長あるでしょ、なんかガソリンのこれね、燃料タンクでね、変えたんだよ、レーシング用でね、2年しかもう寿命がないということですから、だからタンクはダメで、うん、でレーシングやつは新たに買いまして、買って入れ替えて、うん、で作ったんですね、はい。ちゃんとこういうのがあるんですよ、またエンジンはここで、ガソリンスタンド行ったらこうやって入れる、こっから、こっから、本当はこっから入れるのは本当なんですけど、下がりがねうまくいってないもんですから、今ここで上から入れてます。はどっちかっつったらこれ左右対称じゃないよね、右側にエンジン乗ってるよ、ね、そうですそうです、ね、センターじゃないもんね。そうです。あ、それが屋根だ、これが屋根だ ね、 ね、はい。まあ片方だけでいいですよね。だけど出ないんですよこれ、重くて。いや出しますよ、簡単にはいかないんですよ。お手伝いさせてもらいますよ、これ1枚だけ、1枚だけ、はい、でこれちょっと一回乗せますか、色付きでカラーです。右左ないですか。あれ一緒だと思いますよ、どちらも。ちょっと、それ下げましょう、下げましょう、一回、はいはい、あ、軽い、プラスチックなんだ。で、全くこれ、はい、見えないもんですから、はい、モニターがバックモニターをつけて、ここを見てください、ここ、これがバックモニターですよ。で、前に見えるんですね、見えるんです、よく見えます、これは。あ、こちら見えます、はい、助手席つけてみましょうか。ほんならこちらつけてみます、はい。
で上に乗せるだけ、乗せて内側から金がちゃんと上で、分かった、乗せて内側からこれでロック、そうロックができる、もっとロックするだけだ、はいはい、これだけ、そうです、1、2、3箇所だけ、そうです、そうですね、はい、簡単ですよね、分かった、じゃあ乗った人が下からはめなきゃいけないんだ、そうです、中からね、後ろから引っ掛ける、こういう風にですか、で前を引っ掛けて、そうですね、そうですね、でできると思う、あんまよく分からない、やったことないですけど。それ入った？出ないことだ。これちょっと回して。出ないこと。ま、また？いや、まだ入ってないですね。無理しなくていいよ。絵にならない。これ、これみんなそうだよ。これ回すようになって。あの、暑いし、取っといてもいいし。取りましょうか。はまった。ついた。もっと上から、上、押さないと。上からゴッと押して。ね、2億、1億円も2億円もする車に失礼だけど、いい加減な作りだ。オッケー、これでオッケーだよ。で、開けて。オッケー。で、それで開けや。ついた。それで開けや、オッケー。ついた。あー、バッチリ。まあまあまあ。ね。はい。ちょっと片方だけつけたのあの、見てみましょうか。あー、そうね、こういう感じです。あー、はい、わかりました。あ、というわけでね、はい、車上撮りましょうか。また撮れ、撮れ。いやこれ試乗、今から試乗しに行くのにうちのカメラマン死んじゃうよ。いやこれは、はい、これは取って外して、はいね、やっぱ防火訓練としてね、いろいろ日頃の訓練が必要だから、いろいろね、あ、早い、取るのは早い、はい、取るのは早い、さあ、ね、あの、うん、まあ、外観も大体分かりましたね、はいはい、なんですけど、この運転席ちょっと座っていいですか、はい、どうぞ、ね、はい、もうさすがに年式を感じます ね, ね, ねこれは開きたいでしょ、ああ、ね、で、うわー、これ830キロしか走ってないの、そうです、これ70キロでしたからね、で800、全くの新車で、20何年間置いてあったと思いますから、 ETC までついてるよ。そうですよ、波もついてますよ、うん、真ん前に、これバックモニター、それバックモニターです、見えるの、よく見えます、ペンク、エンジン回してください、エンタルD、静かですね、スーパーカーとは分け違って、これは全く静かです、ああ、これね、後ろバックモニター、バックものすごく速いですよ、ガーッと見えますよ、エンジンは静かですね、アウディじゃないですね、はい、こっちのモニターは何なの、これ使わない、これ波です、波です、いや本当だ、すごい、これも先生のところつけたんだ、そうです、全部つけたんです、うち隣とのしゃべるのはそこにありますね、これ使えるの、そういや使えるようには、まあ、充電はしてないですけど、あ、じゃあそしてこれを左右で助手席としゃべるようになってますから、これがいる、もうこれ使わないと会話できないぐらい、やっぱりお、あの不便な車だな不便極まりないね、これね、でこの辺のスイッチとか何か分かってる、これ飾りだけど、これ何もないですよ、全然死んでますわ、ね、死んでるね、飾りだけです、飾りだね、これウィンカーね、そしてヘッドライト、はい、ガソリン系、そうです、水温計、タコメーター、スピードメーターで、オイルプレッシャーですね、これがで、温度計、ね、優しいね、そうですね、5速マニュアル動くんですか、最初これ、はいはい、ものすごく調子いいです、いっぱい走ってください、ナンバーもついてる、まあ、ついてますよ、ちょっと乗っていいですか、あ、いいですよ、はい、ドライブに行っても、はい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 、堺近辺に、はいはいはい、はい、いいですね、はい、じゃあちょっと行かせてもらいます、はいはいはい、アズテックの試乗は番組の後半で。